はい、どうも、平井です。どうも、カイノリスです。今日なんですけど、はい、なんか、今日は勝負されたんですか？そうなんですよね。はい。あるものをちょっとご覧いただいたんですけども、はい。はい。まあ、それの結果の方、まあ、後でご覧したいんですけども、はい。はい、なんか、限定で勝負されたってことなんですね。そうなんですよね。はい。で、その他、リーグ情報とかが。はい。ジョーダンブランドから発売される新作の話と、はい。今後発売が決まっているナイキランク通りだったりとか、はい、紹介したいんですけども。はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、我々 Twitter と Instagram の方やっておりますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい。はい。その前にですね、はい、ちょっと、ね、ナイキの方が届きまして、こちらの方が。はいはいはい。はい。まあ何かと言いますと、この間ね、ゴッテムできた、はい、エアジョーダン1ハイ OG のブラザーフットなんですけど、ヒアレスはまだ届いてないんですけど、僕、届いたんですよね、今日ね。ああ、そうなんですね。ちょっとだけ、まあ、軽く見てみたいんですけど、はい、開けてみました。こんな感じで。はい。まあ、ちょっと出してみますね。うん、はい。出してみました。はい。こんな感じでですね。はい。まあ、ちょっとシューレスまだ通してなくて、うん、まあ、もともとデフォルトについてる、この、まあ、パープルなカラーと、うん、まあ、このイエローと、ホワイトがついてるんですけど、うん、はい。これ、改めて僕、実物見ていいなって思いましたね。そうなんですよね。はい。まあ、届きまして、まあ、もともとね、僕はこのデフォルトで付いてるこのシューレースのカラー使おうかなと思ってるんですけど。なるほど。はい。はい。まあ、こちらなんですけど、近日中に、まあ、シューレースを通してるのを早送りしているような、ショート動画が出るかもしれないんですけど、はい、はい。まあ、シューレースをしてみたイメージっていうのを、まあ、今後上げると思うので、はい、また参考にしてもらえばなと思うんですけども。はい。はい。あとですね、僕の方は、なんか3月の3日にね、はい、届くらしいんです、ね。ああ、そうですね。はい。はい、まあ、ヒアレスの方はですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、T シャツね、ジョーダンが着てたこのオメガサイファイの T シャツの方買ってるので、はい、まあ、それセットでちょっと見せることができたらいいなと思うんですけどね。あ、そうそう、はい、コメント欄でね、はい、その T シャツどこで買えるんですかっていうコメントたくさんいただいてたんで、はい、今回この、動画の概要欄の方に、リンク貼っときますので、はい、買った先ですよね。はい、はい、チェックしてもらえたらなと。ちなみに日本で買ったわけじゃなくて海外ですよね。海外です。はい。はい。ちなみに、そのような匂いがしてたって。ああ、そうなんですよ。言ってたと思うんですけど。はい。本当にしてましたね。はい。洗ったら綺麗に匂い取れましたんで。ちょっとね、はい、残念なお知らせというか、僕ちょっとね、気になってるだけにね、困ったなという話なんですけども。はい。ノクタの発売の方がなんか延期になったんですか？あ、そうですね。はい。アトモスさんのホームページでお知らせってあったんですけど、はい、こんな形で、もともとね、3月の3日に発売が来てたんですよね。うん、はい。まあ、スニーカーズの方で発売の情報が来てなかったんですけど、はい、アトモスさんのローンチカレンダーの方で3月3日に来てまして、うん、まあ、抽選もね、始まったんですよね。はい。はい、で、エンドクロージングの方でも、まあ、ヒアレスを申し込んでたと思うんですけど、そうなんですよ。はい。アトモさんの方でこういった、発売のね、まあ、延期の情報が出てきてまして、うん、今のところキャンセルだったんですよね、申し込んでる分もね。そうなんですよね。発売の予定っていうのは、今のところ未定らしいんで、うん、はい、まあ、なんか随時また分かり次第お知らせしますっていうようなことが書いてあったんですけども。これということは、はい、もう一回申し込みしないとダメってことですかね。っていうことですかね。はい。もともと3日に発売の予定だった、ノクタとナイキのスニーカーなんですけど、はい、まあ、今の延期ということで。はい。これちょっとね、僕、残念ですね。言ってましたね。はい。はい、ちょっと欲しくてね、ちょっと、エンドの方と、はい、まあ、アトモスさんの方が申し込みしてたんですけども、はい、まあ、そうですね。まあ、これもね、改めて情報出てきたら、お伝えしたいなと思うんですけども、はい、ちょっと面白かったのが、はい、なんかここのアトモスさんのお知らせのところに、はい、なんか、ナイキ様よりって書いてある。書いてますよね、ここにね。はい。僕もちょっとそれ、はい。ちょっと思いますよね。なんか、様つけるんやって思いながらね。そうなんですよね。はい。で、続いてなんですけども、ですね、シュプリームと、はい、ナイキダンクハイのコラボの続報出てきたと。ああ、そうなんですね。これもちょっとね、注目してた一足なんですけども、はい。はい、シュプリームとナイキ3ダンクハイのコラボで、3色発売するというのはさせてもらってたんですけど、はい。まあ、もともと、先シーズンに発売するんじゃないかっていう話だったんですけど、はい。まあ、去年発売されることはなくて、うん、で、ホワイトとブラックと、レッドとネイビーと、うん、あとはブラジルから落とし込んでるもので、はい。発売するんじゃないかっていう話だったんですけど、はい、とうとうね、海外のリークアカウントサイトの方と、あと海外のスニーカー系のサイト見てますと、はい、こんな形で、これあくまでも海外での発売の情報になるんですけど、3月の3日って出てましたね。なるほど。はい。3月の3日に発売されるっていうことは、うん、まあ日本だと、まあ、海外でちょっと遅れることになるんですけど、うん、まあ今週の土曜日になるのかなっていう感じはするんですけどね。これ人気あるでしょうね。でしょうね。はい。まあ以前にも話してたんですけど、シュプリームの方が使ってた By Any Means っていう仕込んでる内径3段階になるんですけど、はい。まあ古い動画でこれについては結構話させてもらってるんですけど、はい、まあようやく発売の情報が出てきたかなっていう感じですよね。そうです。ちょっと僕自身も忘れてたんで、これのこと。はい。これでも欲しいんですけど、まあ、シュプリームのサイトではまず買えなさそうな気がしますよね。まあ、最近ね、はい、シュプリームとナイキのコラボって、なかなかちょっとスニーカーズの方で販売でやってくれてないので、まあ、これもひょっとしたらもう出ないのかなという気もするんで、シュプリームでしか買えないような気もせんでもないですけどもね。まあ、ナイキ SB ダンクローとシュプリームのコラボってね、以前はね、スニーカーズの方で発売とかあったんですけどね。そうですね。はい。最近ね、シュプリームとナイキのコラボっていうのは、まあ、スニーカーズの方に来ることがなかったりするので、これちょっと来てほしいなと思うんですけどね。そうですね。はい。はい。まあ、このあたりもね、はい、続報が分かりましたら動画でお伝えできたらなと思います。はい、続いてなんですけども、サイズと、はい、ナイキダンクローのコラボですね。あ、そうですね。以前から紹介させてもらってたんですけど、うん、去年発売されるんじゃないかという情報がリークで出てきてたんですけど、はい、ナイキの方から公式写真が出てきてまして、うん、サイズっていうのは、イギリスのマンチェスターにあるスニーカーブティックなんですけど、はい、そちらとナイキの、ナイキダンクローのコラボで、うん、まあ、こういったものが発売されたものをさせてもらってたんですけど、うん、まあ、以前にも話してたんですけど、終端が左右ね、デザインが全く違ってると言います。そうなんですよね。スムーズレザーと、はい、スウェードですね。はい。使ってるところが反転してる。そうなんですよ。配置が変わってるんですよね。あと、まあ、はい、切りっぱなしにもなってると。そうなんですよ。いう形なんですよね。はい、あと、タグの付け方も変わってるということでね。そうなんですよね。そうなんですよね。だから、こういった一足かな。なんか、斜めにくっつけたりはしてるんですけど。そうなんですよね。3月の4日に、サイズの方でね、発売するみたいなんですよ。これも人気出そうですね。サイズってね、日本に多分送ってくれると思うので、はい。はい。抽選の情報がね、出てきてると思うので、またサイズのね、サイト見てもらいたいなと思うんですけども。はい。はい、続いてなんですけども、ナイキ SB ダンクローのグリーンアップルですね。あ、そうですね。はい。この春夏にですね、ナイキの方から、ナイキ SB ダンクローであったりとか、ナイキ SB ダンクハイで、まあ、フルーツパックって言われてる、ね、ものがあるんですけど、そうですね。海外のリーカーカントさで一箇所フルーティーパックっていうところもあったんですけど、うん、まあ、名前の通りと言いますか、まあ、フルーツを落とし込んでいるようなナイキ SB ダンクハイであったりとか、ナイキ SB ダンクローがね、発売するとさせてもらったんですよね。うん、はい。で、パイナップルを落とし込んでいるものであったりとか、ブルーラズベリーであったりとか、はい、あとチェリーのね、カラーのものを紹介させてもらいまして、はい、あとまあグリーンアップルっていう、まあ青リンゴじゃないですけど、落とし込んでいるようなナイキ SB ダンクローを紹介させてもらったんですけど、はい、持ってらっしゃる方のところでよくわかりやすい写真が出てきてまして、こちらのは以前にも話してるんですけど、このフルーティーパックで見られるような集団の裏に、そのフルーツのね、絵が落とし込んでるんですよね、これね。なるほど。はい。まあ片方ちょっとかじられてる感じになってるんですけど。なってますね。はい。で、こちらの方が一応ね、まあ春夏のシーズンに発売されるんじゃないかって言われてるんですけど、うん、海外のリークアカウントいくつか言うのは4月の20日じゃないかって言ってるんですけど。なるほど。はい。まあパイナップルも面白かったんですけど、このカラーもいいですけどね。まあ春っぽい明るいカラーですよね。そうなんですよね。はい。まあ僕もこれね、出たら欲しいなと思うんで、まだ抽選情報とか、はい、発売情報出てきたら動画などをお伝えしていきたいなと思います。で、続いてなんですけども、はい、エアージョーダン3のモスリンですか？あ、そうですね。こちらの方がね、3月に発売されるんじゃないかっていう情報を以前やらせてもらってまして、うん、で、まあこういった形でジョーダンブランドからも、まあ公式の写真が出てきてるんですけど、うん、持っていらっしゃる方の投稿とともに、特別なね、スペシャルボックスと言いますか、はい、このモスリンの、まあカラーを落とし込んでいるような、うん、まあベージュじゃないですけど、まあ元々キャンバスっていうね、別にもついてるエアージョーダン3なんですけど、うん、そういったものが付属するような、全体が映ってないんですけど、うん、海外のスニーカー系サイトにはその特別な商品になって書いてたんで、ちょっとだけうっすら映ってるのを見ると、まあちょっとベージュのカラー落とし込んでるような箱になってるのがっていう感じなんですよ。なるほど。はい。ただこの辺り全貌が分かりました。お伝えできたらなと思うんですけど。そうですね。はい。まあこちらは3月26日に来てるので、うん、まあ来月の話なんですけど。これ、あれですかね、色からすると一瞬、ウィメンズなのかなと思うんですけど、このあたりはメンズの。あ、メンズですね。なるほど。ちなみに2018年ぐらいから、エアジョーダン3の、まあ、形でね、素材が、キャンバスのものが、全体に使われているものが、発売されるんじゃないかっていう情報が結構ちらを出てたんですけど、まあようやく2022年の3月26日ですね、まあ、モスリンっていうまあ通称名前ついてるんですけど、キャンバス素材が使われてる、まあ、エアジョーダン3の方がね、まあようやく発売されるということなんですけど。そうですね。はい。まあこのあたりも続報分かりましたら動画などお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。で今日なんですけども、朝からね、なんかチャレンジを、しかも限定の方でなんかされたと。あ、そうなんですよね。はい。昨日にもお伝えしてなんですけど、本日2月の28日の朝9時からスニーカーズの方で、ナイキラングハイとアンダーカバーのコラボの198番あったじゃないですか。それのオールブラックを僕狙ってるというのを話してもらってたんですけど、ちょっとこれ見てもらえないんですけど、以前、アンダーカバーとナイキラングハイの1985が、コラボして発売するんじゃないかっていうリークを最初にやったときに、ホワイトとブラックの写真紹介させてもらったんですよね。そうですね。はい。で、僕やっぱホワイトも気になるっていうのはさせてもらってたんですけど、最近分かった情報で、これアンダーカバーのね、限定の発売されると言いますか、お店とアンダーカバーのオンラインの方で発売されるっていう、情報やったんですよね。そうなんですね。はい。で、これスニーカーズのようにこのホワイトは来ないっていうことで、で、本日、ブラックの方がね、朝9時からスニーカーズの発売されたんですけど、オンラインチャレンジする前に、やっぱりちょっとこのホワイト、心残りだなと思いまして。なるほど。はい。で、9時になってですね、僕、アンダーカバーのオンラインのサイトの方で、これちょっとチャレンジしたんですよ。ああ、そうなんですか。そうなんですよ、この白の。スニーカーズは置いといて、そっちの先にと。はい。もしこのホワイトがダメだったら、すぐにスニーカーズの方で、まだオンラインチャレンジしたらいいかなと思ったんで、ダメ元でね、ちょっとこのホワイトの方、朝9時の発売に合わせて、チャレンジしたんですよね。ああ、そうなんですか。そしたらですね、すんなりと、こう、カートの方にありまして。ああ、そうなんですか。はい。で、ちょっと、ドラムロールいいですかね。はい。なってると思うんですけど。もっと大きくしなくてもいいですか？あ、大丈夫ですね。大丈夫ですか？どうなったかと言いますと、こういう出来なんですよね、これ。変えたんですね。ありがとうございます。はい。ホワイト、そうなんです。最近調子いいですね。そうなんですよ。ホワイトの方がね、まさか変えると思ってなかったんで。はい。ただ、僕が書いたのは、もう9時ね、2分とか3分ぐらいに買った話なんですけど、その後すぐに見てみると、もう全部在庫なくなってましたね。なんで、タイミングが良かったのか分かんないですけど、もともとね、アンダーカバーの方で僕、ちらほら買い物してるんで、なんですかね、登録とか結構ね、クレジットカードであったりとか、もう済んでるので、すんなりそれでいけたのかなって思ったりもするんですよ。なるほどね。はい。だからね、白買えると思ってなかったんで、買えたんですよ。で、ちょっとブラックどうしようかなと思ったんですけど、スニーカーズの方を見ると、まだ買えそうだったんですよね。9時5分ぐらいでしたかね。どうしようかなと思ったんですけど、もうさすがにホワイト書いたんで、今回はもういいかなということで、ブラックの方は同じようにしなかったんですよね。色違いで揃う必要もないかと。ああ、そうなんですよね。はい。白、僕ね、元々白もいいなと思ってたんで。そうなんですよね。羨ましいですけど。まさか買えると思ってなかったんで。僕サイズが、そもそもないので。ああ、そうですよね。対象外っていう感じなんですけどね。ちゃんとね、僕1センチ上げて買ってるんで。ああ、そうなんですね。はい。まだ発送はされてないんですけど、また届き次第こちらに持っておこうかなと思ってるんですよね。はい。はい。ただね、インスタグラムの方に僕、アンダーカバーの革ジャンとか買ってあげたりとかしてるんで、買ったっても結構古いものになるんですけど、またよろしければ覗いてもらいたいなと思うんですけどね。はい。今日ね、朝から、限定ものに勝負かけたと。そうなんですよ。いうことなんですよね。まさかね、買えると思ってなかったんで、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。なんか、買うとも言ってなかったですね。あ、そうなんですよ。最初スニーカーズでブラックだけ行くみたいな感じだったんですけど。ちょっと試してみようかなと思ったっていうのはあるんですけど。最近調子いいですよね。そうなんですよ。はい。またこんな感じでね。はい。3月5日のね。はい。エアジョーダン6の UNC ですよね。はい。これもゲットできたらね、いいんですけどもね。はい。今後もね、オンラインチャレンジどんどんやっていきますんで、僕らの方の結果が気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい。それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイングでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 11:10. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.